ね、そして私がもう一つ言いたいのは、議員っていうのは我々の一人一票の選挙で選ばれてるから、我々の代表、行政の長でしょ、行政部の住人である官僚、選挙で誰か選ばれてますか。何回か選挙があって我々が気に入らなかったら落とすことはできないんですよ。そいつらの好き勝手にされてたまるかって言うんですよ。だから議員さんたち、太郎さんばっかりに走り回らせてないで、今からその議員会館の事務所出て街で訴えなさいよ。いいですよ、日本を守れなんて言わなくてもいいですよ。私を守れって叫べね。そして目の前、記者会館ありますね。先日マスコミ批判をしたら、私この場所で訴えるからてめえの名前知らせろって、あったんとこのワンションつけたやつに脅されたけどね、今日も来なさいよ。いやいやいや、まあ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 、一応批判してますから、まあ、そこは控えめに言わせてください。私上品な人間なんで。やばい、あなたの手のないよ、知ってなんぼ知らせてなんぼのマスコミでしょ。それが秘密保護法、これ政治施行したら仕事になんないでしょ。もしそれで仕事になるんだったら、何の仕事してるんだって話なんだよ。知ってなんぼ知らせてなんぼの商売秘密保護法に反対するのがまずこれ当たり前、そして当たり前以上に反対して当たり前なんだよ。今反対してるね、全国紙、名前出したくないけど毎日新聞ね、確かに反対だってはっきり書いたことは認めましょう。だけど手ぬるい、もっとやりなさい、もっとやりなさい。我々以上にやって当然でしょ、あなたたちは。ね、議員さんもマスコミ各社さんもね、いいですよ、日本を守れなの、我々みんなを守れなの言わなくていいですよ。ね、マスコミさんは自分を守れでいいですよ。あなたたちの首絞めてんだよこれよ、ちゃんと反対しないことで。議員さんマスオ、ね、自分を守れで、自分を守るためにも反対しなさいよ、ね、というわけで、でもまずは我々守るですよ。別に私は議員さん守るつもりもないですから、目の前のあの人たち守るつもりもないですよ。まあいいや。